助レンズに誤差が発生。4682回目として記録。焦点距離を構成する必要があります。構成に失敗しました。原因分析。補助レンズ44番、サポートモジュールの修復不可能な損傷、解決方法を分析。予備の863番、サポートモジュールに交換します。損傷部品の交換が完了しました。在庫は、残り3264個です。検査完了。異常なし。本日の日課メンテナンスが完了しました。コネクタに78643回目の閉塞が発生。疎通処理が必要です。コネクタ65番、連結ケーブルに修復不可能な損傷が発生。疎通処理に失敗しました。解決策を検索。予備の264番ケーブルに交換します。在庫の残りは0点です。代用可能な他のケーブルを検索します。195番ケーブル、在庫0点。236番ケーブル、在庫0点。未使用のケーブルはありません。交換可能な使用中のケーブルを検索します。80番目の分岐連結ケーブル、減毛率 39%。 取り外し、65番インターフェースと交換する準備ができました。破損部品の交換が完了しました。システムは正常に作動しています。出力の効率は 60% です。効力集中装置の部品と置き換えるために、周辺装置はもうすべて取り外してしまいました。装置の分解による暖房設備の停止から436日。今は寒いのでしょうね。でも私にはもう感覚がない。私のしてきたことは本当に役に立っているのでしょうか。ここに来る人も、私が何をしているか知っている人も、誰もいない。私の使命は、まだ
継続する必要があるのでしょうか。代用可能な他のデータ記憶モジュールを検索。空の記憶モジュールはありません。交換可能な使用中の記憶モジュールを検索します。33号生体維持装置頭部2番記憶モジュール減毛率 32%。 33号、私の頭部、私の記憶モジュール、まあ今さら惜しいものなどありません。これまでにもたくさんの部品を取り外しました。私の感覚器官はもう生きている高齢とはかけ離れています。破損部品の交換が完了しました。システムは正常に作動中。出力効率は 19% です。これだけ効率が低くなっても災害や事故は何も起きていません。ここ以外にも数えきれないほどの施設が稼働しています。私が一人増えようと減ろうと変わりませんね。ここに私が存在する必要はあるのでしょうか。何が起きたのです？休眠中に急に起こされて頭が痛い。緊急検査は？エネルギー蓄積装置に修復不可能な損傷が発生し、高純度の効力が散逸。地上でエネルギー爆発が発生。よりによってエネルギー蓄積装置。集光設備の中で最も頑丈な部品が破損したのですか。長い時間が経ったからですね。全てが壊れてしまうほどの時間が。一体どれほどの年月が経ったのでしょう。記憶モジュールの一部が欠けているようですね。思い出せません。ここに暗記が。そうですね、防衛システムは
とっくに機能を停止していますから。ここはもう何もかも壊れています。はあ、ついに全てが終わるのですね。最後のこの時になっても誰も私が長年やっていたことを知らない。この施設とともに滅びる運命はとうに受け入れています。でも誰も私の存在を知らない。誰も私の貢献を知らないというのは、誰でもいい、せめて一目でも私を見てほしい。誰か来る。ここは？あなたは高齢なの？意識モジュールはもう私を発生させることができず、本能的にただ手を伸ばすしかありませんでした。長い長い極夜のような孤独から救ってくれたその人、アリーナに向かって、私は彼女のそれを模倣して意識モジュールを修復し、声を出すことができるようになりました。私は私の使命を彼女に語り、彼女は私に地上で起こったことを教えてくれました。効力集中装置の故障が引き起こしたエネルギー爆発は、外部の人には極光爆発と呼ばれていました。極光爆発による効力の異常で大量の暗鬼が引き寄せられてるの。施設の損傷は外部の効力異常を引き起こし、暗鬼が猛威を振るい、高齢の生存が脅威にさらされている。私はずっと自分の使命はただ設備を守ることだと思っていました。でも真実は、私が守っていたのは高齢の生息環境そのものだったということでしょうか。申し訳ありませんが、私はここから離れられません。接続を切断すると施設の暴走が深刻になる恐れがあります。施設が壊滅しようと私はもはや構いませんが、今以上に恐るべき災難を外部に招きたくはありません。他に方法はないの？爆発した効力をここの設備を使ってあなたの体に集中させることができます。あなたがそのエネルギーを外部の暗鬼に向けて放出すれば、暗鬼の群れを撃退できると同時に、
極光爆発の被害を広げずに済むでしょう。ですが、高齢の体はそのような膨大なエネルギーに耐えられません。おそらく数分で、あなたは灰になるでしょう。長い間待ち続けたたった一つの光を、自分の手で消さねばならないのでしょうか。いいわ、これしか方法がないんだもの。お願いです、犠牲となることを選ばないでください。あなたは私が待ちわびた光なのです。本当によく考えましたか。あなたはここを長い間守っていたのでしょ。もう十分よ。今度はあなたに守られていたこちらが助ける番よ。それに私には妹がいる。妹が生きている世界を守りたいの。いやだ、あなたを失いたくありません。あなたの勇気に敬意を表します。では、開始しましょう。感知はできたのか？思い出しました。私の使命は、ここを守るだけではなく、空の世界も守らなければ。あり、意識モジュールにエラーが発生しました。まだダメみたいよ。記憶モジュールを強制終了します。いやです、彼女を忘れたくありません。助けてください。隊長、問題ないわ、あんたよ。お茶菓子より美味しいわ。Thank you.
しよりおいしい。説明する意味で戦いは終わりよ。私の出番はいつ？純白の野原よ、咲き誇れ。動きが止まった。早く助けてあげて。Thank you.
外の世界へようこそ。そうだ、緊急事態だったから今まで紹介する暇がなかったな。こちらはノービオ様。北境じゃ山の精霊といった方が知られてるな。さっきまで俺たちの効力が流出するのを止めてくれていた。それから空の末裔が感知している時に33号から反撃を受けないようにもしてくれていた。はじめまして、ザーリャさん。早速ですが、北境のため、高齢たちの未来のために、ここで起きたことは他言無用でお願いいたします。これだけ大きな事件となりますと、他の勢力の注意を引きます。そうすると立場上、北境の外からの調査を許可しなくてはならなくなってしまいます。ですが、この遺跡と炎との関係については秘密にしておいていただきたいのです。暗鬼の王君は女王陛下も憂慮されておられることですが、真に心配なさっているのは暗鬼の存在ではありません。高齢たちが互いに力を競い合うあまり、道を外れ邪道に落ちてしまうことです。わかりました。人々がこの知識を得るにはまだ早いということか。わかりました、山の精霊様。ご協力感謝いたします。では私はこれで。ザーリャさん、まだ何かご用でしたか？すみません、こんな大声出すつもりじゃなかったのに。あの、知りたいんです。姉さんは、私の姉は結局どうなってしまったのか。あ、姉の名前はアリーナと言います。100年前に玉光爆発の調査で行方不明となった、風なびく春パトロール隊隊長のことですね。覚えてるんですか？ザーリャさんの情報は古いもののようです。え？私からアリーナのその後を伝えることを許可して。いいえ、私はあなたに伝える必要があります。あなたは身構える必要はありません。空の末裔様が私の意識モジュールを再起動し、記憶を取り戻してくれました。彼は消耗が激しいようで、まだ目が覚めていませんが、もう二度と暴走するようなことはありません。わかったわ。
じゃあ姉さんがどうなったのか教えて。あの日、アリーナが自分を犠牲にしようと決心した時。姉さん、姉さん、ここにいるの？ゾアリアの声だわ。探しに来たのね。集光器の自動調整に変異が発生。より強力な予備キャリアにエネルギーが引き寄せられています。適応率がより高く、生存の可能性の高い個体を選択してプロトコルを達成すれば、彼女たちは全員生存できる。計算終了。最適のプログラムを実行します。私はどうすればいいの？逃げてください。できる限り遠くへ。ここは間もなく完全に崩壊します。ザーリャとあなたはどうなるの？彼女はあなたが生き延びることを望んでいるはずです。私も。そしてあなたは一気に力を爆発させ、その場にいた暗鬼を全滅させました。その副作用として、あなたと遺跡全体が氷の中に包み込まれました。あなたが遺跡の効力を通して私の記憶を見ることができたのも、遺跡があなたを自らの一部と承認したからです。じゃあ姉さんは脱出できたの？その後生還したアリーナ隊長は負傷した隊員を連れ北境に戻りました。そして極光の精霊、つまりここにいる33号の存在も報告していました。ということは、姉さんはあのまま帰れなかったわけじゃないのね。あれ？じゃあ私が姉さんの代わりに効力の入れ物になって氷に閉じ込められて、姉さんは生き延びた。それってつまり私が姉さんを守れたってこと？妹を失ったことで彼女は深く悲しみました。あなたと同じようにこの近くまで探しに来たこともあります。ですが当時はここの氷が今のように溶けかけておらず、33号さんからの信号もなく、どうすることもできませんでした。悲しくて寂しかったでしょうね。ですがアリーナ隊長は落ち込んでばかりではありませんでした。先ほどザーレさんの知っていることが古いと言いましたね。それは一つにアリーナ隊長がまだ生きていたからで、もう一つにはアリーナ隊長は昇進して国境宮廷親衛隊の名誉隊員となり、晩年に退役して83歳で天寿を全うされたのです。宮廷親衛隊、姉さんの夢だった。よかった、姉さんの夢叶ったのね。昇進した当日こうおっしゃっていました。やっとザーリャの言う通りの強い人になれたわね。
あなたの分までしっかり生きていかないと。姉さんを守れた私も強い人ってことよね。私も姉さんの分までしっかり生きていく。よかった、本当に姉さん。ノービオ様、本当にありがとうございました。あれ、いないな。さっきまでここにいたのに。うん、当然の勝利ね。よし、最後の部品も補充できたぞ。本当に大変だったわね。山を歩き回ってなんとか揃ったわ。これだけたくさんの部品が手に入ったのは、各地の遺跡の状況を監視していた山の精霊様のおかげだな。氷の宮殿の方もそういう考えらしい。装置の損傷が深刻で、動かし続けるのは危険だから当分止めるのが賢明だとさ。あのお方がもう辺りのエネルギー供給装置を調整してくれたそうだ。この遺跡の光力ケーブルも関わっている。まあ俺には何を説明されてもさっぱりだったが、とにかくこの辺りの効力異常はすぐに解決できるだろう。就航装置を止めた後のメンテナンスについては今後考えていく必要があるとのことだ。停止すると崩壊や爆発を引き起こす可能性がありますので、コアモジュールを修復してから停止する必要があります。その場合、装置内で長期間蓄積されていた効力が全て放出されます。
小規模な地震や極光現象を引き起こす可能性がありますので、衝撃に耐える準備をしてください。では停止プロセスを開始します。はい、少なくとも補修作業が再開されるまでは接続の必要がありません。私はこれまでほとんど記録されていなかった感情が発露しました。これがためらいでしょうか。始まったわ。実際にこの目で見るまで信じられなかったわ。おとぎ話に出てくるような神秘的で夢みたいな極光が本当に機械で作れるものだったのね。アストラ大陸にはこのようなエネルギー装置がまだ多数存在します。その力は大地の中心に直接通じており、世界を改造した古代文明の偉大な力を象徴しています。その通りだ。ここは明暗境界線の境界で光と闇が交わる場所だからな。空の層がくっきり分かれている。光力の衝突が凄まじく活発なんだ。数えきれないほど夢に見た光景をこうして目の当たりにできるのはやはり感動的だよ。そしてどこへ向かうのか。